動画のご視聴ありがとうございます。 YouTube 医療大学です。肝臓は食べ物を消化したり、そして解毒をしたり、生きていくのにとっても大事な臓器なんです。実際に私の外来に通っている患者さんでも肝臓を痛めてしまって、それによって皮膚が黄色くなったり、そして命に関わる合併症を患って、もっと早くから気をつけておけばよかったとおっしゃっている方がいます。実は日本人3人に1人は脂肪肝だと言われています。脂肪肝というのは肝臓に油がついているフォアグラのような状態です。これを放置してしまうと炎症が起こっていって、どんどん肝臓が硬くなっていきます。まるで皮膚が傷ついてかさぶたになったように肝臓が硬くなってしまうと、もう元には戻らないんです。この肝硬変になってしまうと意識を失ったり、血液が作られなくなって貧血や息切れが出てきたり、血流のバランスが乱れて大量に吐血をして命に関わってしまうこともあるんです。そしてこの肝硬変は肝細胞がん、がんのリスクにもなるんです。病院というのは病気を早期発見して治療することによって診療報酬が得られます。病気にならないための知識、そして病気を早期発見するための方法を伝えても病院の利益にはなりません。しかし大事なことは、病気になる一歩前の段階、未病の段階でリスクを減らしたり、そもそも病気にならないというのが大事ですよね。 YouTube 医療大学では病気を予防する方法や早期発見する方法を医師の立場から分かりやすく責任を持って発信しますので、よければ新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。しかし残念なことに、肝臓というのは初期の段階では症状が出てこなくて発見しづらいんです。肝臓が悪くなった時の症状を早期発見することができればいいんですが、肝臓は沈黙の臓器と言われていて、症状が出てきた頃にはすでに進行していて取り返しがつかなくなることが多いんです。そして肝臓が悪くなってきた時の症状はとっても分かりづらいです。まさか手のこんな症状が、口のこんな症状が肝臓が悪くなった時のサインだったなんて、このように見逃してしまわないように、動画の後半では肝臓が悪くなってきた時の危険サイン7選をご紹介していきます。ということで今日の目次です。1限で脂肪肝の改善法6選をご紹介します。そして2限で肝臓からの危険サイン7選をご紹介していきます。長い動画になりますが、ぜひ何度も聞き流したりメモを取ったりしながら最後まで聞いていただければ嬉しいです。それでは早速いきましょう。脂肪肝の改善法6選、1つ目がこちら、コーヒーなんです。皆さん意外だとは思いませんか？実はこのコーヒーというのは脂肪肝を抑制したり肝硬変になるのを予防する、そのような研究結果が続々と報告されているんです。実際に日本消化器学会のホームページにもコーヒーの予防効果に対して記載されています。日本の国立がん研究センターの報告で、実はコーヒーは肝臓がんの予防効果があることが報告されています。40歳から69歳の日本人9万人を集めた研究で、コーヒーをたくさん飲む人と飲まない人比較した場合、たくさん飲んでいる人の方が肝臓がんが少なかったんです。コーヒーを毎日飲む方はほとんど飲まない方と比べて肝臓がんのリスクが半分になったんです。さらにコーヒーを1日5杯以上飲む方というのは肝臓がんのリスクが4分の1にまで低下したという報告があります。ちなみに同じカフェインが含まれる緑茶ではこの効果がなかったので、コーヒーのカフェイン以外の成分が肝臓にいい影響をもたらしているのではないかと言われています。コーヒーの効果に驚いている方も多いと思います。だったらコーヒー1日5杯も6杯もたくさん飲もうと思ってしまうのはやや危険です。なぜかというと、コーヒーを飲みすぎるとカフェインの過剰摂取になってしまう可能性があるからです。カフェインを1日に摂りすぎてしまうと高血圧のリスクが上がってしまうことがトロント大学の研究でも報告されています。健康への悪影響を防ぐために1日のカフェインの摂取上限量というものが決まっていて、大体目安で1日300から400ミリグラムです。ブラックの缶コーヒー1缶飲むとカフェインは大体100から150ミリグラム含まれているので、1日3倍程度が目安と覚えておいてください。ちなみにその他にもカフェインは心臓の病気を持っている方や精神的な病気を抱えている方、そして妊婦の方は特に注意が必要です。カフェインのリスクに関する動画はこちらでまとめておりますので、よければこの後概要欄からご覧ください。脂肪肝の改善法6選、
2つ目がこちら、体に良い油を取ることです。脂肪肝は肝臓に脂肪、油が溜まるんだから油は取らない方がいいと思っている方も多いと思います。しかし特定の油を取ることは逆に生活習慣病を予防し、それによる血管が詰まってしまう病気、心筋梗塞や脳梗塞を予防する可能性があるという報告がたくさんあるんです。体にいい油というのがこのオメガ3脂肪酸という脂肪です。オメガ3脂肪酸は魚の油やオリーブオイル、そしてエゴマ油、アマニ油などの油に含まれている成分です。逆に赤身肉の油であったりとかサラダ油の油に関しては脂肪肝を悪化させる可能性もあるので注意が必要なんです。普段使う種類の油を変えるだけでも脂肪肝にとってはとても良い効果が期待できます。国立がん研究センターが行った男女9万人を対象にした研究では、オメガ3脂肪酸を取っているグループというのはがん自体の発生リスクを低下させたという報告すらあるんです。ぜひ積極的に体にいい油を取っていくようにしてください。私も実践している食事方法としては、青魚をお肉の代わりに増やすことがおすすめです。牛肉や豚肉、そしてハムやウインナーなどの赤身肉を取りすぎてしまうことは、むしろ大腸がんのリスクを増加させます。ですので普段のタンパク質を赤身肉からオメガ3脂肪酸が含まれている青魚に変えてみましょう。青魚の食べる量が週に 100g 増えるだけで、将来の心臓が詰まったり脳梗塞になってしまうリスクが低下した、摂取すればするほどリスクが低下したという報告があるんです。そしてナッツ、特にクルミに含まれる油も体にいい油と言われています。実際に私は普段小腹が空いた時に食べるチョコレートなどからナッツに変えることによって積極的に体にいい油を取るようにしています。脂肪肝の改善法6選、3つ目がこちら、お酒を控えることです。実は私たちはアルコールを代謝するために肝臓が働いているんです。お酒を毎日毎日飲みすぎてしまうと、肝臓からしたら毎日毎日働いて肝臓が疲れてしまいそうですよね。そして処理しきれなくなったアルコールが結果的に脂肪肝として肝臓に油として蓄積されてしまうんです。では実際にどれぐらい飲むと肝臓に障害が加わるんでしょうか。目安はこちらです。例えば日本酒を1日 500ml、 結構な量ですね、飲み続けた場合、そんな生活を5年間続ければ脂肪肝になるリスクはぐんと上がります。そして日本酒で今度は 900ml、 結構な量です。こちらを10年間飲んだ場合、脂肪肝のその先、肝硬変という肝臓が硬くなって戻らない状態になっている方が多いんです。つまり肝臓にとってはお酒は大敵だということを覚えておいてください。でもよく聞くけど酒は百薬の長なんて言われていて、適量のお酒だったら健康にいいと言われたけど、それはどうなのと思った方、それも一理あります。それも一理ありますが、総合的に判断することが大切です。確かに心筋梗塞などの心臓の血管が詰まってしまう病気のリスクはお酒を少し飲む方では下がるんです。しかし一定のお酒の量を超えるとそのリスクは上がり始めます。逆に乳がんや食道がんなどに関しては少量の飲酒でリスクが下がるということは全くなく、少量の飲酒でもリスクがだんだん増加していくという報告があるんです。それでは実際にお酒を飲むならどれぐらいがいいという目安はあるんでしょうか。厚生労働省は適切な1日のアルコールの摂取量は1日 20g までと言っています。アルコール 20g はビールであれば中瓶1本、日本酒であれば大体1合、 7% の缶中杯であれば 350ml 1缶分です。厚生労働省もお酒は絶対ダメとは言っていないんですね。お酒を少量でとどめておけるような方は今言った量を目安にお酒を楽しむのはいいですが、やはり肝臓がんや食道がんなどのリスクになるということはありますので、飲みすぎないように、そしてこれを機にお酒を減らしたり休肝日を作ることを検討してみてください。脂肪肝の改善法6選、4つ目がこちら、体重を減らすことなんです。脂肪肝というのは肝臓に脂肪が溜まった状態です。幸い体重を減らすことによってこの脂肪肝は改善することができるんです。私の外来に通っている方もうまく運動を取り入れたり食事を工夫して体重を減らして脂肪肝を克服した方はたくさんいらっしゃいます。
目安としては体重の 5% 減らすことができれば脂肪肝が改善すると言われています。50キロの方であれば 2.5キロ、60キロの方であれば3キロ、このぐらいであれば食事や運動を頑張ったら目指せそうじゃないでしょうか。そんな簡単に痩せれたらこの動画を見ていないし苦労しないよと思った方、ぜひ新しく何か頑張って運動習慣を作るというよりは、ぜひ皆さんの生活の中で運動を取り入れる、そんな工夫をしてみてはどうでしょうか。例えばこの YouTube 横になって見てるようであれば立ち上がって見るようにしたり、職場や買い物に行くときにエレベーターを使っていくとき、行きのエレベーターは使わないで階段を使うようにルールを作ったり、食品をレンジでチンしているその間だけはスクワットを頑張るという自分ルールを課してみたり、ぜひ皆さんが行っている生活に工夫をすることによってちょっとずつ健康になっていきましょう。そして運動は実は頑張りすぎてしまうのも関節の負担を増やしたり、そしてむしろ健康を害するというデータもあるんです。1日2000歩たった20分歩くだけでも健康効果は確認されています。少しでも運動頑張れそうと思った方はぜひ過去に運動に関する動画を上げていますので概要欄から最後にご覧ください。脂肪肝を改善する方法6選、5つ目がこちら、定期的に血液検査を受けることです。肝臓が弱っている時、初期症状が出ることは少ないんです。むしろ血液検査を受けることで肝臓の障害、脂肪肝などを早期発見することができます。AST、ALT、ガンマ GTP といった値が参考になります。そして脂肪肝が悪くなってしまう肝硬変の原因として一番多いのが実は B 型肝炎と C 型肝炎なんです。皆さんご存知でしょうか。ワクチンの集団接種などで昔は蔓延していたこの B 型肝炎、 C 型肝炎、今は有効な治療法が見つかっていて、特に C 型肝炎は発見することができれば治療を行って改善できる方もたくさんいらっしゃるんです。そして B 型肝炎は大人になってからも針刺しの事故でかかってしまったり、性感染症としてかかってしまうこともよくあるんです。肝硬変のリスクが高い B 型肝炎、 C 型肝炎を見逃さないように定期的に血液検査を受けるということも大事だと思います。ぜひ主治医の先生やお近くの先生に相談してみてください。脂肪肝の改善法6選、6つ目がこちら、画像の検査を受けることです。こちらも血液検査と似ています。実は脂肪肝というのはエコーをすることで簡単にわかるんです。肝臓に脂肪が溜まっているので普通の肝臓よりも肝臓が明るく見えるんです。肝臓が油でキラキラ輝いてエコーに映る、そんなイメージです。しかしエコーのビームが届かなかったり、検査をする方の技術によっては脂肪肝がさらに進んだ肝硬変であったり肝臓がんを見逃してしまう可能性もあります。リスクが高い方、例えば B 型肝炎や C 型肝炎を患っている方というのは定期的に血液検査で腫瘍マーカーを測定したり、肝臓のエコーや MRI を行うことが推奨されているんです。肝臓が悪くなってきた時のサイン、確かに後半で話すように意外なものはあるんですけど、見逃してしまう場合や症状がないこともあります。そういった時に役立つのが検査です。エコー検査であれば被爆することもないし痛みもありません。ぜひ健康診断を受ける際にオプションなどで一緒に受けるとか、そういった定期的な肝臓のチェックをすることを検討してみてください。それでは一元の復習です。一つ目はコーヒー、脂肪肝や肝硬変、肝臓がんのリスクを低下させることを紹介しました。二つ目に油です。実は肝臓や生活習慣病に良い油があると、それがオメガ3脂肪酸で、魚やナッツ、オリーブオイル、アマニ油などに含まれていることをご紹介しました。三つ目にお酒です。少量の飲酒は心臓には少し良いかもしれませんが、肝臓がん、乳がん、食道がんのリスクを上げるため飲みすぎは注意であることをお伝えしました。四つ目に体重を減らすこと、脂肪肝のうちであれば体重を減らすことで改善することができるんです。ぜひ運動や食事を工夫して体重を 5% でいいので減らせるように頑張っていきましょう。5つ目と6つ目は血液検査と画像検査でした。 AST、ALT、ガンマ GTP、 そしてエコーや MRI、 これらの検査を定期的に受けることによってなかなか初期症状がない肝臓からの危険なサインを察知することができます。やはり定期的な健康診断が重要ということです。それでは行きましょう。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、
1つ目がこちら、手の赤みなんですね。百聞は一見にしかず、こちらの画像をご覧ください。この手のひらが赤いことが肝臓が悪くなっている SOS サインかもしれません。70代の男性が私の外来に来た時のことです。先生、最近畑いじるようになってから手が赤くなってきてるから見てくれないかって手を見せてくれたんですけど、その手を見た瞬間、もしかしたら肝臓が原因かもしれないなと頭をよぎりました。それをきっかけに検査をしていくと、その方は脂肪肝が進行して肝硬変になっていると診断されました。それではなぜ肝臓が悪いと手が赤くなるんでしょうか。これはエストロゲンというホルモンが関係しています。女性だけでなく男性にも少量の女性ホルモンエストロゲンは存在します。しかし肝臓が悪くなるとエストロゲンを処理できなくなって、血液の中のエストロゲンの濃度が上がることによって手が赤くなるんです。手が赤くなる他にも雲状血管腫といって、体の皮膚のところに遠くから見ると雲のように血管が拡張してくるサインも現れます。なぜエストロゲンが増えると手が赤くなったり皮膚が赤くなるのか。それはエストロゲンによって毛細血管が拡張するからです。手などの皮膚のすぐ下に毛細血管が走っていますが、これがエストロゲンによって拡張すると赤く見えてくるんです。いかがでしょうか。なぜってところを大切にすると楽しく学べるし、忘れづらいんじゃないかなと思います。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、2つ目がこちら、皮膚のかゆみです。肝臓が悪くなると皮膚がかゆくなる。これも一見関係なさそうですよね。これはなぜかというと、私たちの血液が分解されて壊される時にビリルビンというものが産生されます。このビリルビンというのは肝臓で分解されて胆汁といって肝臓から腸の中に流れていきます。肝臓から胃の先にある十二指腸に合流して腸の中に出ていきます。しかし肝臓が悪くなってしまうと、代謝したビリルビンを腸の中に逃がすことができないので、血液の中を巡り始めます。ビリルビンが血液を介して全身に巡ることで皮膚のかゆみとして出現していきます。そしてその他の要因として、肝臓というのは実は解毒作用があるんです。私たちの口から摂取した食べ物であったり、一つ一つの細胞が代謝して作った老廃物を肝臓で解毒する役割があります。しかしその肝臓の機能が低下すると老廃物を解毒できなくなってしまいますので、かゆみを引き起こしてしまう毒素が体に溜まってくることでも皮膚が痒くなります。でも先生、皮膚が痒くなる病気ってアレルギーとか湿疹とかジンマシンとかいろいろあるから、肝臓が悪いとは限らないんじゃないの。確かにその通りだと思います。しかしポイントは、痒いところの部分に発疹とか赤みがあるわけでもないのにひたすら痒い、そんな時には肝臓が原因の可能性が高いと思ってください。その他にも、皮膚にボツボツはないのに痒みが出る原因としては、腎臓が悪い時もそういう症状が出てくるので、その他の腎臓の機能が悪い時の症状が気になる方は概要欄に動画を貼っておきますので、そちらからご覧ください。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、3つ目がこちら、皮膚が黄色くなるんです。皆さんの便が茶色かったり黄色っぽい理由ご存知ですか。誤解を恐れずに言うと、これは肝臓で作られた胆汁が腸の中に出ていったことによる色なんです。なので肝臓が障害されて肝臓で作られた胆汁が腸の中に出ていかないと、これらの成分が血液の中を巡ることによって皮膚に沈着して皮膚が黄色くなってしまうんです。これを何というかご存知ですか。これを黄疸というんです。聞いたことがある方も多いと思います。私も皮膚は黄色い方ですが、もっと黄色っぽくなっていたり、そしてもっとわかりやすいのが目を見ることです。目の白目の部分がいつもより黄色くなっている時は黄疸の可能性が高くなっていますので、ぜひ病院の受診を検討してください。もちろん肝臓だけが原因で黄疸になるわけではありません。胆汁の流れが悪くなるので、この膵臓のところで胆汁が詰まってしまっても黄疸になってしまいますし、胆管といってこの管に石が詰まってしまったり、癌ができて流れが滞ってしまっても黄疸になってしまうんです。なのでこの黄疸っていうのは膵臓癌とか胆管癌とか危険な病気のサインであることも多いので、ちょっとでも疑った時は必ず医師に相談することをお勧めしたいです。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、4つ目がこちら、口が臭くなってしまうことです。
皆さんアンモニア臭って聞いたことありませんか？たまーにあんまり掃除がされていない公衆トイレで鼻にツーンとくる酸っぱいような臭い匂い嗅いだことありませんか？あれがアンモニアの匂いです。実はあれは尿から出る匂いなんですけど、私たちが普段尿を出した時ってそこまで匂い強くないですよね。尿がそのまま放置されて、それを細菌が分解することでアンモニアが発生するから臭くなるんです。つまり私たちの体はアンモニアは分解されているのが通常なんです。その役割を担っているのが肝臓なんですね。私たちが口から摂取したタンパク質とか、あと筋肉を分解して作られる時にアンモニアが発生します。このアンモニアを肝臓で解毒して尿素としておしっこに流すから、私たちの尿っていうのはそんなに臭くないですし、私たちの体も臭くないんですけれども、肝臓の機能が低下してしまうとアンモニアを分解できないので、血液の中を巡ることによって口からアンモニアの匂いがしてしまう、そういうことがあります。肝臓が悪い方、すべての方が口から匂いがするわけではありませんので、そこは注意してください。しかし最近なんだか口臭が気になるなとか、家族に口が臭いって言われてしまった、それがもしかすると肝臓からの SOS サインかもしれません。肝臓が悪い時に出る危険な症状を7選、5つ目がこちら。イライラしたり眠くなってしまう。なんだか最近イライラするな、なんか最近眠くてぼーっとしちゃうな、そんな症状がもしかすると肝臓からの SOS サインかもしれません。この症状は4つ目で話した口が臭くなる原因と同じです。アンモニアが全身をめぐって今度は脳に移動してしまうと、意識障害といって意識がぼーっとしてしまったりとか眠くなってしまったり、さらに重症になってしまうと昏睡状態といって眠って目が覚めなくなってしまう、そんなことがあります。体の症状としては羽ばたき神腺というのが特徴的です。手を止めてくださいと言ってもこうやって羽ばたくように手をピクピク動かしてしまう、そんな症状が出てきます。その他にも初期の初期では性格変化が出るとも言われています。最近イライラしやすくなった、なんだかぼーっとすることが多くなった、何事にも無関心になった、子供っぽい性格になった、そんな風に言われてくる方がいらっしゃいます。最近疲れてたりストレス溜まってるからな、そうやって放置してしまう前にぜひ心当たりがある方は医師に相談することを検討してみてください。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、6つ目がこちら。太ってしまうことです。肝臓が悪くなるだけで太ってしまうの？なんで体重が増えるんでしょうか？それは体に水分、水が溜まってしまうからです。他の YouTube チャンネルも見ましたが、一部誤っているものもありました。肝臓が原因で体に水が溜まっていくときには、足のむくみというよりも腹水といってお腹に水が溜まってしまうことが特徴的です。なのでなんだか最近お腹だけパンパンになってきたな、そんな症状が肝臓が原因で腹水、水が溜まっている可能性があります。なんだか最近お腹だけパンパンに張ってきてるな、そんなに暴飲暴食してないんだけどな、もしかするとそれが肝臓からの SOS サインかもしれません。腎臓が悪くなったり栄養失調で体がむくむことはあります。その時には足からむくむのが特徴なんです。なぜかというと私たちは重力で下に引っ張られていますよね。なので一番下側にある血液を上に持ってくるのってとっても大変なんです。なので体に水分が溜まっていく時は足から溜まっていくことが多いんですが、肝臓だけは異なります。なぜ肝臓の場合は腹水といってお腹に水が溜まりやすいのか、血液の流れを考えればすぐにわかります。肝臓に集まってくる血液っていうのはどこから来る血液でしょうか？実は私たちが口から摂取した栄養は小腸などで吸収されますが、この小腸や大腸で吸収された栄養や水分が真っ先に集まってくるのがこの肝臓という臓器なんです。医学的に言うと門脈という血管があって、そこを通ってあらゆる栄養素がまず肝臓に集まってきます。しかし肝臓が悪くなってしまうと肝臓がカチコチになるんでしたよね。そうすると肝臓の血液の流れも悪くなってしまうので、血液が鬱滞、渋滞を起こし始めるんです。血液が渋滞すると血液の中の一部が肝臓から染み出していったり、そして渋滞なので肝臓の手前にある臓器小腸とか大腸も血液が渋滞してしまって、血液の中でも血小という透明な液体の成分が染み出てくるんです。なので肝臓や腸から液体が染み出るのでお腹がパンパンに張ってくるということになります。
いかがでしょうか。なぜを大事にすると面白いし覚えやすいと思います。もちろん肝臓の機能が低下すると栄養を作れなくなってしまって足がむくんでくることもありますし腕がむくんでくることもあります。しかしお腹に水が溜まりやすいというのが肝臓に特徴的なのでぜひ参考にしてみてください。肝臓が悪い時に出る危険なサイン7選、7つ目がこちら、全身のだるさです。なんだか最近だるくて疲れやすいな。こんな症状も肝臓からの SOS サインかもしれません。肝臓というのは私たちが飲んだアルコールであったりお薬を解毒してくれます。それだけではなくて口から摂取した食べ物であったりとか全身の一つ一つの細胞が代謝してできた老廃物も解毒する作用があると解説しました。なので肝臓が悪くなってしまうとそういった老廃物が全身に溜まってくるのでそれによって全身の倦怠感いわゆるだるさが出てくると言われています。もちろんだるさというのは肝臓以外にも悪性腫瘍などでも起きてきますので疲れてるだけだからいっかって放っておくと危険かもしれません。そして肝臓ともう一つ肩を並べて大事なのが先ほどもお話しした腎臓なんです。皆さん肝腎という言葉がありますよね。そう、肝臓と腎臓その名の通りとっても大事な臓器なんです。実は腎臓が悪くなっても老廃物を尿に出すことができないので体がだるくなってくることがあります。腎臓が悪い時の症状としてはその他には貧血になったりとか尿の量が減ったりとか過去にいろいろ解説しておりますのでよければ概要欄からご覧ください。それでは2限の復習です。肝臓が悪い時に出る危険なサインとして1つ目に手の赤みを解説しました。体のエストロゲンが代謝できないことによって毛細血管が拡張して手が赤くなることを解説しました。2つ目、皮膚のかゆみです。赤血球が壊されて作られるビリルビンというものは腸から排泄されていきますが肝臓が悪いとそれができないので全身にビリルビンが巡ることによって皮膚のかゆみが出てきます。そして3つ目に黄疸、皮膚が黄色くなることを解説しました。目の白目のところが黄色くなっていないかそこがポイントになります。4つ目、口の臭さです。肝臓はアンモニアを解毒してくれる作用がありましたがそれができなくなってしまうのでアンモニア臭が口からしてしまうんだよ、そんなことも解説しました。そして5つ目、イライラであったり眠気が出てくることも解説しました。アンモニアが血中をめぐって脳に移動することによってイライラしやすかったりぼーっとしてしまったり眠くなったりそして羽ばたき神経といって手が震えたり最悪の場合昏睡状態、目を覚まさない状態になってしまう、そんなことを解説しました。そして6つ目、太ってしまうことです。特に腹水といってお腹に水が溜まると言いました。私たちが口から摂取した食べ物っていうのは小腸や大腸で吸収されて血液をめぐって肝臓に帰ってきます。肝臓がカチコチだと血液が鬱滞して肝臓や小腸、大腸から水分が染み出してしまってお腹に水が溜まってポンポコポンになってしまう、そんなことも解説しました。そして7つ目、全身のだるさですね。体のあらゆる老廃物を解毒したり排出してくれる肝臓ですのでそれができなくなるとだるさが現れてしまいます。そしてもう一つ肝心な臓器に腎臓がありましたよね。腎臓も老廃物を尿から排泄していますのでそれができなくなるとだるさが現れてきます。いかがでしたか。情報化社会になってインターネットではあらゆる情報が溢れています。勉強になるものもたくさんありますが一部誤っている情報もあります。そういった情報を掴んでしまわないようになぜこれが体にいいのかどういうデータがあるのか理由も一緒に覚えておくと誤った情報を掴みづらいと思います。 YouTube 医療大学では楽しく健康にをテーマに分かりやすく責任を持って発信していきますのでよければチャンネル登録をしていただければ励みになります。そしてグッドボタンでもバッドボタンでもいいのでこの動画を評価していただければ幸いです。そしてコメント欄で皆さんが行っている生活習慣そして病院でどのように言われたかぜひシェアしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。総合診療科の僕が患者さんから教わった70代からの老いない生き方、 Amazon4 部門でベストセラー、そしてギフトランキング1位になりました。普段医師として働く中で患者さんから教わった大切な生き方であったり健康法を一冊にまとめました。私もこんな風に健やかに生きたい、そう思ってもらえる本になっています。大好評発売中ですのでぜひチェックしてみてください。